こんにちは、ひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーでございます。今回からアメリカ合衆国の中でも自然遺産を紹介いたします。第1回目はイエローストーン国立公園でございます。こちらはですね、 アイダホ州、モンタナ州、ワイオミング州と3つの州にまたがるアメリカ合衆国の国立公園、そして世界初の国立公園であります。はい。で、えー、ここには様々な間欠泉や温泉、地熱による観光スポット、 などがあるということで有名でありますが、えー、グリズリーやオオカミアメリカバイソンいわゆるバッファローですね、はい、いやワピチという、えー、動物の群れが生息していることでも知られるということで、はい、アメリカでもっと 人気のある国立公園ということになっております早速写真を見てみましょうはいこれは見たくなりますよねこれあこれ完結戦ですかねああこれは見たくなりますよねというかさっきからずっと同じ写真なんですけど他にはないんですか他にはああんか違うの出てきたはい ああ、すごいですね。あ、こんな近くまで行けるんですかええー。あ、これはバイソンじゃないですかねえ。あ、間欠線ですね。これは間欠線ですね。ああ、野生で、こんな風景が見れる。クリーク、小川が流れていますね。小川のまた曲がりくねった感じがいいですね。あー こうやってね見に行けるわけですね近くまでねはああこんな風景も見れるんですかへえあこうやってね歩道が整備されてるんですねそりゃあ観光客来ますよね いや私もニュージーランドでこれに近いものは見ましたがもうそれとはもう全くレベルが違うなって感じですねはあこれはすごい行ってみたい行ってみたいですおイエローストーンナショナルパークという看板がありますねはい 人間を溶かす泉本当ですか怖いな、えー、こうやってね椅子まで用意されてるんですねはい地図が出てきましたイエローストーン・ナショナル・パークはモンタナ州の南側から始まっています いや、これはすごいですね。はあ。あデンバーから行けるよということなんですね。はい。わかりました。デンバーから行ける。はい。はい。デンバーに直行便があるということですね。はい。いや、すごいですね。えこの地図で分かりますか <laughs> <laughs> ああこんな風なのもあるんですかすごいなあえー、あこれ冬ですかもしかしてああ,あ,あいいですね綺麗ですね別世界って感じですね 地図が出てきましたこんな感じのようですいろんな見どころがあると。で多分ですねこうここだけ回る人とかここだけ回る人とか全部を見たい人とかいうので所要時間があったりとかねそういうガイドもあったりするんでしょうねこういうところはね。へ、はい、えー。 地図が出てまいりました。イエローストーンはここにあります。はい。で、イエローストーン国立公園がこういう感じですね。先ほど出ていたように、モンタナ、アイダホ、ワイオミング州に渡る。まあ、ちょっとワシントンにもかかってるみたいですけどね。はい。まあ、けど、基本的にはモンタナと アイダホとワイオミングで、ワイオミングで行くには、デンバーの直行便から車で行くといいよといったようなことが書かれておりました。はい。では、戻ります。はい。いかがでしたでしょうかアメリカで最も観光客数の多い国立公園、イエローストーン国立公園。 もう私は自然大好きなんで。はい。便利なら。便利なら大好きなんで。いやー、あれは一生のうちに一度行ってみたいですね。はい。まあ、あの、歩道が整備されているというところがいいですね。あれだったら、まあ、ちょっと歳をとってもまだ歩けるんだったら行けます。はい。登山のような感じではなさそうです。はい。 名所が結構普通の歩行で見れるようです。はい。あの、さっき見た感じではですね。はい。見れるようです。はい。皆さんもいかがでしょうかはい。いや、いいもの見ましたね。はい。行ってみたい。行ってみたいです。はい。ワクワク、ワクワク。<laughs> はい。もうこれぐらいにしときましょう。はい。この配信は、 以上になります。また別の配信でお会いいたしましょう。さよなら行ってみたい行くぞ行ってやる